さ、ここか。やっとハンクと会うとこだね。特定する。いやー、顔知ってるんだわ。実はここの人なんですよね、ハンクさん。こんにちは。もう一発目なんだよな。アンダーソン警部補、私はコナー、サイバーライフから派遣されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5件ほど探し回りました。何の用だ。あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。そういうこと言うな。お家に帰るんだな。粘る。警部補、大変申し訳ありませんが、規則により行動を共にしなければならないんです。規則って、お前、ここは学校か。うまいこと言うじゃねえか。面白い。いいえ、バーです。はっ。ああ、そうだな。説得しよう。アンドロイドの存在が気に入らない人がいるのは十分承知しています。ですが、これっぽっちも気になんかしてないね。分かったらその足踏みつぶされちまう前にうせな。これってさ、外で一回待ってみようか。お気を悪くされたなら申し訳ありません。外で待っています。ごゆっくりどうぞ。殺人って言ったか。ああ、これでも一応進展はするんだね。そしてこの殺人現場に戻ってくるのか。ここで待ってろ。すぐ。ここで我慢する。わかりました、警部。そうそう、それでいいんだ。ああ、これで評価上がるんだ。結局ついてくるね。チャンネル16のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。悪いが、ノーコメントで。アンドロイドは立ち入り禁止です。俺の連れだ。ああ、ちゃんと入れてくれるんだね。命令違反してるのに。待ってろって言葉が理解できないのか。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい。よー、ハンク。出たよ、こいつ。来ないかと思ってたとこで。こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。へえ、まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから、何があったか教えてくれ。家主から8時に通報があった。この辺どって結局最初調べてなかったよね。何もなさそうだな。数ヶ月家賃を滞納してたから、家の様子を見に来てみたところ、死体を発見ってやつさ。ったく、ひどい匂いだよ。窓開けてマシにはなったけどな。会社の名前はカルロス・オーティス。調べたところ、窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。近隣の住人とも付き合いはなし。レッドアイス。一日中引きこもってたって話だよ。全くこれなら、真夜中にわざわざ呼び出さなくても。ここは変わらず、どんどん調べていくしかないのか。死んだのは、まあ場所わかってるんだけどね。禁止が来ればわかるはずだ。死体の近くにキッチンナイフがあった。多分凶器だろう。まあアンドロイドがやったんだよな。侵入の形跡は。いや、正面玄関は中で、カルロス・オーティス当人の血があると。鍵がかかってて窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。こいつのアンドロイドの
あとは後ろかな。情報は今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。これも後々ね、繋がってくるんだな。ここで一悶着があったと。いやー、ほんとマジ懐かしいな。もうバッと、でシリウの痕跡ってことはこのバットで殴られたんだよ、アンドロイドは。結構にカルロスオーティスの指紋がある。ここで変異体はナイフを手に取る。そしてずっと奥に行くと、こっから変異体は襲われた精神的ショック、そしてで、終わりか、これは。さあ、こっち側行ってみよっか。で、本人はこの上にいるんだけどね。人間の手じゃこうは書けないだろうな。クリス、この文字は会社の地下。RA9。これ出てくるね。謎の像。そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。あとに証拠がまだあと2個あるのか。レッドアイ。会社はパーティー好きなのかな。クリス、ドラッグ。ここで何かできるのか。もうできないな。しておけ。さあ、あとは外か。正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。いや、出た痕跡がないってやつでしょ。コリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間も経ちゃ足跡だって消える。いえ、この種類の土ならば残るはずです。しばらくここには誰も来ていない。変異体が逃げたのはこちらではない。つまり家の中にいるということなんだよな。確か読み物で証拠ではなかったんだよな。あとはこれか、死体を調べる。
I am alive。 サイバーライフサンクスって感じ。うわーひどい。レッドアイス中毒。そして胸をめった刺しと28箇所。えぐいね。手にはあれだね、指紋。バットを握ってた。お腹よ。あ、額があんのか。死亡とカルロス・オーティス。被害者はここで倒れた。被害者はナイフで刺された。さあここから角度を変えていくとキッチンから来たと。28回も刺されているようです。ああ、犯人は相当恨んでたみたいだな。完璧なんだよな。警部補、何があったか分かりました。そうか、じゃ聞いてやるよ。これ間違えたらどうなんだろう。リビングで。リビングでした。お前キッチンの荒れっぷりを見なかったのか。そもそもの始まりはそこだろう。終わっちゃった。こういう風なんだ。形跡もあるしな。問題はだ、何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。これで被害者が素手で。素手で。それじゃしっくりこないな。証拠と一致しない。あ、そうねみたいな顔したな今。いやこれはね、ナイフ。ナイフで。辻褄が合わないだろ。じゃあバットだな。証拠を無視するな。バットで。合わせてきたね。それなら証拠と一致するな。こういう風になるのか。最終的に結論は同じになるのか。アンドロイドが被害者を刺した。アンドロイドが椅子を投げた。アンドロイドが椅子を投げた。そしてアンドロイドが椅子を投げた。そうかい。くだらない話はもう。やべえ、間違えるとこうなっちゃうんだ。殺人犯が逃亡中だってのに付き合ってられるかってんだ。あばよ。です。そうか、今行く。で、この食事も結構重要なんだよな。理由があるんだよな。伏線が散りばめられてる。人生だ。俺はアンドロイドのせいで職を失った。アリスから言ってみようか。だがどうだ、自分家の家事を誰がやってくれてる。俺だよ。どちらさんだ。憎ったらしいアンドロイド様さ。笑えるぜ。
今じゃ誰も人間のことなんか気にも留めちゃいねえ。機械の方が便利だからな、アンドロイドね。ったく、なんでこんなおかしなことになっちまったんだい。おい、何見てんだ。何だってんだよ、クソガキ。こんな暮らしうんざりだってのか。俺だって苦労してんだよ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで、母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。薬はやめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミクズみたいに捨てて会計士として逃げやがった。あれるね。やめて、パパ。全部お前のせいだ。おい、どこ行く。おい、どこに行く。今すぐここに戻ってこい。そうだ。あ、これ動いちゃダメだったんだ。そこにいろ。一歩でも動いたらぶっ壊してやるからな。動きまーす。さあ、ここで初めての壁を破れる変異体チャンス。さあ、命令を破っちゃいましたよ、こっからカーラさん。初めての展開だな。いや、違う、ここまで一緒か。トットを説得するってなんだ。一回やってみるか。これやってみようぜ。幸せな家族に慣れたかもしれないってのに、あいつは冷静に行こう。トット、子供に手を挙げるべきではありません。あ、こんなんなっちゃうんだ。アリス、パパは怒ってるんだよ。よし、起きろ。話し合おうじゃないか。あ、上上がっちゃうんだ、これで。さっさとこっちに来い。あ、上にいんのか。はく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 。手もずらせるんじゃねえ、クソガキ。やめろ、とっと、お前。てめえ何してんだ。邪魔するんじゃねえ、命令だ。分かったかい。いいえ、その子に手を出さないで。なんだと。手を出すなだと。プラスチックの機械ごときが俺に命令しやがって。いけるか。故障したんだろ。俺が直してやるよ。危ない。はいはい。こんな危険な展開になったのか。おっ、当たらんわい。こっちに来い。ほら、はい。効かぬわ。ほら、いいぞ。はい。冷えたか、これで。なんだこいつ。アリス、頼むよ。アリス、なあ、ほら、パパは怪我してる。
お前はいい子だろ。これ待ったらどうなんだろう。なあパパを助けておくれ。クズどもがどこに行く。戻ってこい。ああこれで逃げるしかないんだ。庭に逃げる。あ、庭はダメなんだ。ほら。はい。危ない。お願い。危ない危ない危ない。やめて。はい。はい。お。やばい。捕まる。ほら。じゃあなトット。あげて。俺も逃げる。戻ってくるんだ。ああ結局でここに繋がるんだ。ここで後ろを見ると、後ろは見れなかったわ。